はい、皆さんこんにちは。遊び屋こいのぼりです。今回はね、鈴鹿御前鬼教官を使って、上級に挑戦していこうと思います。今回僕が、編成しているのは、掛け軸かね、まずお伝えしたいんですが、今回、彼女とね、とても相性がいいと言われている、白バラ在りし日ですね、こちらを使って、いきたいと思います。はい、ゼロ攻発動&必殺アジア攻撃前の、自身の物攻バフが4かかるっていうね、 100% これはかなりでかいので、ちょっとどれぐらいのダメージが出せるのかちょっと様子を見ていきたいと思います。あとはね、相変わらずフルチェーンを狙いやすい、とにかく、回転率を上げる、掛け軸でございます。万物秩序、寝落ちでございます。それでは行きたいと思います。どうなるでしょう。前回はね、滝夜叉姫サンタで1460万5014ですかね、が出ましたが、今回はどうなるでしょうか。揚力的にはねほぼ一緒でございます。はい、行きます。果たしてどれだけの攻撃力が出るか。106%、 51万。なんか期待できそうですね、一発目から51万。フルチェインも2回です。前回の1400万、1500万いったらいいですね。暗闇が向こうっていうのかな。しっかりと属性を、この百鬼夜行がね合わせていかないと、本当に麻痺食らったり暗闇食らったりして思うようにダメージ与えられないので、そこはねしっかりと、おすすめキャラっていうのをね、使うのをおすすめいたします。絶対にそうした方がいいです。ギルドランクとかね報酬もありますので、ぜひぜひ、どんどん参加してください。行きましょうか。どうかな。超えてほしい。滝夜叉姫と比べて、鈴鹿御前に関しては、強化はねそこまでやっておりません。多分 60% か 70% ぐらいだと思いますね。はい、なので、そこまで強化してないです。滝夜叉姫に関しては、ある程度もう強化しきっており、強化しきってはないですけど、もう 80% ぐらいです。今ちょっとあれですね、あとちょっとですね、あと250万ぐらいが、ファンのダメージを叩き出せれば前回を更新ということで、いけるかな。ちょっとギリギリですね。あ、でもいけるかな。フルチェーンが来ればいけるか。あ、来ない、あった。これは大きいですね。あと14秒。はい、超えられるのか。前日の自分は超えられそうですね。いや、これで700万乗ってくれ。
700万乗ってくれ、あとちょっと。うわ惜しい、惜しすぎる。いやでも更新できなかったということは、滝夜叉姫の方が、ダメージが出せるということですね。まあ、滝夜叉姫に関しましては、編成ちょっと見ますね。最近この笛を吹くと鍛錬場に姿を見せないんですよ。昨日ね、僕2000ぐらい妖力上がってるんですよ。それ2000以上上げたのかな。そう、それでも滝夜叉姫の方がダメージ出せましたね。掛け軸編成かな。あの滝夜叉姫に関してはあの武器はね、大得意武器一つ欠けてるんですよね。あとは掛け軸に関してはやっぱメリクリニアっていうこの新しい最新掛け軸使ってるので、これかな、これが相性いいんだろうな。はい、ということでございまして、他の動画もね、ぜひぜひ見ていただけたらと思います。攻略とかね、妖力アップのために、とても使えると参考になると思いますのでよろしくお願いいたします。まあ、今回このメリクニアっていうね、この掛け軸、最新掛け軸ですけど、まあ奈落に関してはね、もうブレイクヘイストがかかりますので、こちらの方ね、バトル開始時かかるっても8秒ですけどね、それ以外弱み玉を7個壊すごとにとかね、これ幻突していけばその個数もね減っていきますので、ぜひぜひメリクリニアはね引いても間違いない、掛け軸だと思います。僕の場合は天井まで行ってしまったところもあるんで、絶妙なんですけどね。天井じゃない場合は、引けてる場合は60個のかけらがもらえますんで、その場合ね、確実に幻突一発一回できるので、あとはイベントの、掛け軸のね、周回イベントをやることで、まあ幻突 1回から、まあ引けばね、引ければ、2回はいけるのかなという感じでございます。はい、あとはね、ショップの、掛け軸というか、こちらの今寝てないですけども、猫又商店の方をね、活用してしっかりとかけらを準備するということでございまして、そうすればね、回転率だったり、まあ、威力だったりいろんなものが、底上げされますので、ぜひぜひ、活用してみてください。はい、ということでございまして、本日は、動画少し短いですが、これで一旦終わりたいと思います。また次の、ね、動画を、アップしますので、ぜひぜひ高評価、チャンネル登録、シェアよろしくお願いいたします。遊びは鯉のぼりでした。またね、良い一日を。